長浜町バス転落事故は、1956年1月28日に、愛媛県北郡町浜町区市政の三井市海岸で、発生したバスの転落事故。強風のため荒れていた、伊予どに、磯崎発長浜行きの伊予鉄道のバスが転落し、運転士1名、車掌1名、乗客7名の全員が死亡した。1956年1月28日夜の、 南予地方は北海道付近を進む低気圧の影響で極めて強い風が吹いていた。同日23時頃の宇和島速攻所では1922年の開設以来の平均瞬間最大風速を記録している。この強風によって伊予灘は大いに湿けて高い波が立っていた。磯崎から長浜への伊予鉄道のバス路線は前線にわたって 海岸線に沿った県道を走る。現在でこそ海岸線沿いの道路は海面から高く離れた場所を余裕のある道幅で通っているが、事故当時は海が荒れた際には波が路面を洗うほど低い位置に走っていて、幅も4.5メートルと決して広いものではなかった。そのため運転に技術を要し、経験の長い運転手を当てることとしていたと、 事故当時の伊予鉄を押す営業所長は話している。事故当時は満潮に近い状態で波が道路を越えて山側にまで達する状態だったという。この路線では風速25メートルを超えた場合には運休するという一応の基準が設けられていたが運休の判断は運転士に委ねられていた。運転士は運行の判断を下し始発停留場の磯崎を出発した。 泉町停留所までは問題なく進み、運転士、車掌の他に7名の乗客を乗せて19時55分、次の屈使停留所へ向けて出発した。屈使への海岸沿いの道は波が路面を洗っていて極めて危険な状況であった。間もなく駆使の集落に入るというところまで来て、通称三井市と呼ばれた箇所の海に突き出たカーブにおいてバスは転落した。 乗員乗客全員が死亡したため転落の原因は、定かではないが、波に車がさらわれたとも、波しぶきによる視界不良で運転を誤ったとも推測される。20時頃にバスが転落しても、その事実は直ちには発覚しなかった。磯崎、長浜線において、もし運転士が運休の判断を下した場合には、大津営業所に届けることとなっていた。しかし十八日夜に、 運休の連絡はなく、大津営業所では、長浜行きのバスは、通常通り運行したものと理解していた。就業報告のような仕組みも存在しなかったため、大津営業所では28日夜の時点では、当該バスの長浜密着を把握できなかった。また、1日の運行を終えると、運転士は大津営業所に運行日報を届けることとなっていたが、夜間の磯崎発長浜行きの日報は、 長浜に到着後同地の車庫に置き、翌日一番の長浜発大津行きのバスが届ける段取りとなっていた。29日朝、大津行きの一番バスが出発する際、車庫には前夜のバスの日報は置かれていなかったため、運転士は前夜の磯崎からのバスは運休したものと捉えた。しかしこの一番バスが大津営業所に到着すると、磯崎発長浜行のバスは、 欠業せず運行されたと認識していたオース、営業所と当該バスは運休したものと認識していた一番バスの運転手との間で矛盾が露呈した。運行されたはずの当該バスが長浜に到着したことを確認できず、ここで初めて有事が疑われた。しかしこの時点では警察へ通報せず、オース営業所長が現場へと急行し、確認してから届け出ることとしたため、 通報がさらに遅れることとなった。大津営業所からの通報があった時点ではすでに乗客のうちの一名であった泉中学校の教諭が消息不明という通報によって警察が捜査を始めていた。教諭は勤務先の泉中学校から長浜の自宅への帰路において当該バスに乗車していた。翌朝で海中学校では同教諭が出勤しないことを不審に思い、 校長が大須警察署具志生巡査駐在所に連絡、巡査がバス経路の各停留所を調べたところ、泉町停留所を出発したことは確認できたが、次の区市生停留所に到着したことを確認できず、泉町から区市生の間でバスが行方をくらませたことが判明した。バス遭難が明らかになって間もなく、泉区市生館の県道から見える海中にバスのシャーシが発見された。 荒波に揉まれたバスは原型を止めずバラバラになり、あらゆる部品は岸辺に打ち寄せられていた。29日の捜索では、遺体は全く見つからず、乗客が身につけていたマフラーが見つかったばかりであった。遺族は、長浜町の水元旅館を連絡場所として定め、捜索の進展を待った。どうやら、大諸院、地元消防団員ら約200名による、徹夜の捜索が行われ、 明けて30日朝からは潜水士も加わり、また地元屈指制漁協の網を使った捜索も始まった。30日午前までに、事故発覚のきっかけとなった泉中学校教諭、ついで運転士の遺体が引き揚げられた。事故時の衝撃によってか波を受けたことによってか、遺体の顔は歪んでいたとされる。30日午後には捜索作業に、海上保安庁巡視船や地元の漁船も加わった。 その結果、さらに乗客2名の遺体が収容された。31日午後にも、艦長を利用した捜索で、乗客2名の遺体が、収容。2月4日までに、さらに乗客2名の遺体が収容され、運転手と全乗客の遺体が発見された。しかしついに車掌は発見されないまま、2月5日、捜索は打ち切られることとなった。一瞬のうちに9人の命が失われた。 この事件は事件の翌々日1月30日の新聞で全国的に報じられた。全国紙では大きな記事とはならなかったが、地元の愛媛新聞は長官一面のトップ記事として大々的に報じ、同7面も半分以上をこの事故に割いている。当初は遭難したのは運転士、車掌の他に乗客が8名の計10名と報じられていた。 乗客8名のうち1名は、身元不明の40歳代の男性で、始発停留所の磯崎から乗ったものと推測されていた。調査が進むと乗車は、小内町の区内停留所、年齢は30から35歳程度と情報が、改められたが、身元はわからないままであり、それらしき遺体が上がることもなかった。また、証言は、当日事故以前に、 国内停留所で男性が降車したというものであり、必ずしも当該バスに乗っているとは限らず、また当該バスに乗っていても、泉より前で降りて、難を逃れている、可能性も考えられた。1月31日までの調査によって、この身元不明の遭難者の候補とされた人々は皆、当該のバスには乗っていなかったことが判明し、また行方不明の届出などもされていなかったため、 捜査本部は遭難した乗客が7名、遭難者は全部で9名であったと断定した。しかしこの遭難者数の変更は地元の愛媛新聞でこそ報じられたものの、全国紙で報じられることはなかったため、近年でも本事故を扱った記事では、当時の新聞をもとにして遭難者数を10名としている記述が見られる。全国紙が本事故を扱ったのは事故から数日間だけであったが、 愛媛新聞は2月に入ってからも遺体の回収の進行状況や遺族の動きなどを逐次報じた。記者座談会と称して本事故に関する社説も掲載している。この事故では路線に責任者が存在せずバスの運休判断が運転士任せとなっていた点、営業所が翌日までバスの騒乱を把握できなかった点など会社のつさんな管理体制が批判を招いた。 背景として戦後伊予鉄道は急速にバス路線の拡張を進めていたが一方で運行の安全性確保は後手に回っていたという事情があった当時の宮脇船社長は1958年年頭の挨拶でこの事故に触れ運転士は自分の身が可愛いからそう事故を起こすものではないと高をくくっていたと述べたと記録されている県下の交通事業者にも 衝撃を与え、翌2月には、県警本部が、県内バス事業者に参加を求め、乗り合い自動車事故防止対策協議会が開かれている。また、高松陸運局は2月18日、館内のバス会社に対して、本事故を踏まえた警告を発し、一躍転校時には、責任者が、運行中止指令を発すること、二運行に対する安全意識を高め、 激しい豪雨などの時は運行を中止すること、3責任者から従業員に対して運行指示を徹底するよう訓練すること、4バス路線の終着地に所定時刻より30分以上経ってもバスが到着しない場合は中間地に問い合わせること、ご中泊所と営業所の連絡を密にすることなどの安全対策が指示された。愛媛県は 犠牲となった乗客の遺族に対して社会福祉課を通じて見舞金を贈与することを事故発覚当日に決定した。事故が起きた年に混流された慰霊碑。事故現場のやや東側にある。現在でも酒器などが備えられる。事故の翌月、悲惨な事故の記憶を継承し惨事を繰り返さない、今しめとするため犠牲者の慰霊碑を混流する運動が起こった。 中心となったのは当時の長浜商工団体の会員33名だった。事故発生から13日後の愛媛新聞には実際の完成型に近い形の慰霊碑完成図が掲載されている。工事は創作活動にも携わった地元の松江建設が行った。慰霊碑は事故現場よりも東側に混流されている。慰霊碑は間もなく完成し5月8日に 除幕式が執り行われた。上部には当時の久松貞武愛媛県知事の筆による慰霊碑の3時、その下に9名の全犠牲者の氏名が刻まれている。裏面には、伊予鉄道株式会社、伊予鉄道労働組合、長浜町双葉会、長浜町消防団、長浜町連合青年団、長浜町連合婦人会の6団体が世話人として名を連ね、その横には、 工事に関与した松江建設、大洲市の田所石材店の名も刻まれている。事故から60年以上が経過した2019年年末においても、異例碑には犠牲者数と同じ9本の榊が備えられている。季節によっては、みかんなどの備え物なども見受けられる。ありがとうございます。